同義賞。岡本かの子。平出その子というのが老義の本名だが、これは歌舞伎俳優の戸籍名のように当人の漢字になずまないところがある。そうかといって職業上の名の子そのとだけでは、だんだん素人の素朴な気持ちに帰ろうとしている今日の彼女の気品にそぐわない。ここではただなんとなく老義と言っておく方がよかろうと思う。人々は真昼の百貨店でよく彼女を見かける。目立たないよう髪に結び、一楽の着物を肩着風につけ、こんな一人連れて、憂鬱な顔をして店内を歩き回る。滑覆の良い長身に両手をだらりと垂らし、投げ出していくような足取りで、一つところを何度も巡り返す。そうかと思うと、神だこの糸のようにすっとのしていって、思いがけないような遠い売り場に佇む。枯れ目は真昼の寂しさ以外、何も意識していない。こうやって自分を真昼の寂しさに居壊している。そのことさえも意識していない。ひょっと目星品菓子屋から彼女を呼び悟るすと、彼女の青みがかった横長の目がゆったりと開いて、大将の品物を夢の中のボタンのように眺める。唇が娘時代のようにまくれ気味に、片隅へ寄るとそこに微笑が浮かぶ。また憂鬱に帰る。だが、枯れ目は食用の場所に出て、好敵手が見つかると、はじめはちょっとほうけたような表情をした後から、いくらでも快活に喋り出す。新気楽の前の女将の生きていた自分に、この女将と彼女と、もう一人新橋の久子あたりが一つ席に落ち合って、雑談でも始めると、この社会人の耳には典型的と思われる、吉と飛躍に富んだ会話が展開された。相当な年配の芸妓たちまで、話しぶりを習おうと言って、客を捨てて老女たちの周囲に集まった。彼女一人の時でも、気に入った若い同僚の女のためには、経験談をよく話した。何も知らないお酌時代に、座敷の客と先輩の間に交わされる露骨な話に笑いすぎて畳の上に粗相をしてしまい、座が立てなくなって泣き出してしまったことから初めて、囲い物時代に、常人と逃げ出して、旦那にお袋を人質に取られた話や、もはや抱えっこの二人身人も置くような看板主になってからも、内実の苦しみは、5円の現金を借りるために、横浜往復12円の月末払いの車に乗って行ったことや、枯れ目は相手の若い儀たちを笑いでヘトヘトに疲らせずには置かないまで、話の筋は同じでも、思考は変えて、その迫り方は彼女にもののけがつき、我知らずに魅惑の爪を相手の女に突き立てていくように見える。若さを嫉妬して、老いが狡猾な方法で巧みに攻め災難んでいるようにさえ見える。若い芸妓たちは、とうとう髪を振り乱して、両脇腹を押さえ合いで言うのだった。姉さん頼むからもうよしてよ。この上笑わせられたら死んでしまう。老義は、生きてる人のことは決して語らないが、個人で馴染みのあった人については一皮むいた彼女独特の観察を語った。それなどの人の中には思いがけない素人や芸人もあった。中国の名優の名蘭ファンが帝国劇場に出演しに来た時、その肝入りをした暴富豪に向かって、老義は、費用はいくらかかっても構いませんから、一度の売りを作ってほしい、と頼み込んで、その富豪になだめ返されたという話が、嘘か本当か、彼女の逸話の一つになっている。
笑い苦しめられた芸妓の一人が、その復讐のつもりもあって、姉さんは、その時、銀行の通帳を帯揚げから出して、お金ならこれだけありますと、その方に見せたというが、本当ですか、と聞く。すると、彼女は、バカバカしい。子供じゃあるまいし、帯揚げの何のって、子供のようになって、プンプン怒るのである。その真偽はとにかく、彼女からこういう無な態度を見たいためにも、若い女たちはしばしば聞いた。だがね、お前さんたち、とこそのはすべてを語った後に言う、何人男を変えてもつづまるところ、たった一人の男を求めているに過ぎないのだね。今こうやって思い出してみて、この男、あの男と部分繰り返し繰り返しに惹かれるものの残っているところは、その求めている男の一部一部の切れ足なのだよ。だから、どれもこれも一人では長くは続かなかったのさ。そして、その求めている男というのは、と若い芸妓たちは聞き返すと、それがはっきりわかれば、苦労なんかしやしないやね。それは初恋の男のようでもあり、また、この先、見つかってくる男かもしれないのだと、枯れ目は日常生活の場合の憂鬱な美しさを記事で出していった。そこへ行くと、片木さんの目は羨ましいねえ。親が決めてくれる、生涯一人の男を持って、何も迷わずに子供を設けて、その子供の世話になって死んでいく。ここまで聞くと、若い芸妓たちは、姉さんの話もいいが後が人を腐らしていけないと評するのであった。こそのが永年の深紅で一通りの財産もでき、座敷の務めも自由な選択が許されるようになった10年ほど前から、なんとなく健康で常識的な生活を望むようになった。芸者屋をしている表棚と彼女の住み入っている裏のクラフの座敷とは隔離してしまって、下田屋風の出入り口を別に路地から表通りへつけるように造作したのも、その現れの一つであるし、当園の子供をもらって、幼女にして女学校へ通わせたのもその現れの一つである。彼女の稽古ごとが新時代的のものや知識的のものに移っていったのも、あるはまたその現れの一つと言えるかもしれない。この物語を書き記す作者のもとへは、下町のある知人の紹介で和歌を学びに来たのであるが、その時彼女はこういう意味のことを言った。芸者というものは、情報ナイフのようなもので、これと言って特別によく聞くこともいらないが、大概なことに間に合うものだけは持っていなければならない。どうかその程度に教えていただきたい。この頃は自分の年格好から、自然上盆向きのお客さんのお相手をすることが多くなったから、作者は一年ほどこの母ほども年上の老女の技能を試みたが、若はない素質ではなかったが、むしろ俳句に適する性格を持っているのが分かったので、やがて女優俳人の某女に紹介した。老技はそれまでの指導の例だと言って、出入りの職人を作者の家へよこして中庭に下町風の小さな池と噴水を作ってくれた。彼女が自分の母屋を和洋折衷風に改築して、電化装置にしたのは、彼女が食用先の料亭のそれを見てきて、負けず嫌いからの思い立ちに違いないが、設備してみて、彼女はこの文明の力が表す働きには、健康的で神秘なものを感ずるのだった。水を口から注ぎ込むとたちまち湯になって千口から出るギザーや、キセルの先で押すと、
すぐ種火が転じてタバコに燃え尽く電気タバコ盆や、それらを使いながら、彼女の心は新鮮に震えるのだった。まるで生き物だね。ふーむ、物事は万事こういかなくっちゃ、その感じから想像に生まれてくる端的で即欲的な世界は、彼女に自分のしてきた障害を顧みさせた。私たちのしてきたことは、まるで暗闇をつけては消し、消してはつけるようなまどろい障害だった。彼女はメートルの費用のかさむのに少なからずへきえきしながら、電気装置をいじるのを楽しみに、しばらくは毎朝子供のように早起こした。電気の仕掛けはよく存じた。近所のマキタという電気器具商の主人が来て修繕した。彼女はその修繕するところにつきまとって、珍らしそうに見ているうちに、彼女にいくらかの電気の知識が取り入れられた。影の電気と陽の電気が合体すると、そこにいろいろの働きを起こしてくる。ふーむ、こりゃ人間の相性とそっくりだねー。彼女の文化に対する脅威は一層深くなった。女だけの家では男での欲しい出来事がしばしばあった。それで、この方面の試弁も兼ねてマキタが出入りしていたが、ある時、マキタは一人の青年を伴ってきて、これから電気の方のことはこの男にやらせると言った。名前はユキと言った。快活でこともなげな青年で、家の中を見回しながら、芸者屋にしちゃー、三味線がないなー、などと言った。たびたび来ているうち、そのこともなげな様子と、それから人の木先を跳ね返す颯爽とした若い気分が、いつの間にか浪費の手頃な言葉がたきとなった。湯の木くんの仕事はチャチだね。一週間ともった試しはないぜ。彼女はこんな言葉を使うようになった。そやそうさ、こんなつまらない仕事は。パッションが起こらないからねー。パッションってなんだい、パッションかい。ははは、そうさなー。君たちの社会の言葉で言うなら、うん、そうだ、色気が起こらないということだ。ふと、浪費は自分の障害に哀れみの心が起こった。パッションとやらが起こらずに、ほとんど障害勤めてきた座敷の数々、相手の数々が思い浮かべられた。ふむ。そうかい。じゃ、君、どういう仕事なら色気が起こるんだい。青年は発明をして、千倍特許を取って、金を儲けることだと言った。なら、早くそれをやればいいじゃないか。湯の木は浪費の顔を見上げたが、やればいいじゃないかって、そうことが簡単に、湯の木はここで舌打ちをした。だから君たちは指女と言われるんだ。いやそうでないね。こう言い出したからには、こっちに相談に乗ろうという腹があるからだよ。食べる方は引き受けるから、君、思う存分にやってみちゃどうだね。こうして、湯の木はマキタの店から、こそのが持っている家作の一つに移った。浪費は湯の木の言うままに家の一部を工房に仕替え、多少の研究の機械類も買ってやった。小さい時から苦学をしてやっと電気学校を卒業はしたが、目的のある湯の木は、体を縛られる近隣になるのは避けて、ほとんど費用取り同様の臨時雇いになり、市中の電気器具店回りをしていたが、ふとマキタが同郷の中学の先輩で、その上世話好きの男なのにほだされ、しばらくその店勤むを手伝うことになって住み込んだ。だがマキタの家には子供が多いし、こまこました仕事は次から次とあるし、へきえきしていた矢先だったのですぐに浪費の講演を受け入れた。しかし、
彼は大してありがたいとは思わなかった。散々あぶく銭に男たちから絞って、好き放題なことをした商売女が、年老いて両親への償いのため、誰でもこんなことはしたいのだろう。こっちから恩恵を施してやるのだというふてぶてしい行は持たないまでも、老儀の行為を負担には感じられなかった。生まれて初めて日々の糧の心配なく、先進に書物の中のことと、実験室の成績と付き合わせながら、使える部分を自分の工夫の中へなめしとって、世の中にないものを作り出していこうとする静かで足取りの確かな生活は幸福だった。湯の木は自分ながら総務黒と思われる身体に、麻布のブルーズを着て、頭をコテで縮らし、椅子に車によって、タバコをく揺らしている自分の姿を、柱掛けの鏡の中に見て、前とは別人のように思い、または書き発明家にふさわしいものに自分ながら思った。工房の外は回り縁になっていて、区形の細長い庭には植木も少しはあった。彼は仕事に疲れると、この縁へ出て仰向けに寝転び、都会の少し淀んだ青空を眺めながら、いろいろの空想をまどろみの夢に映し入れた。小園は四五日目ごとに見舞ってきた。ずらりと家の中を見回して、暮らしに不自由そうな部分を覚えておいて、後で自宅のものの誰かに運ばせた。あんたは若い人にしちゃ世話のかからない人だね。いつも家の中はきちんとしているし、汚れ物一つ溜めてないね。そりゃそうさ。母親が早く亡くなっちゃったから、赤ん坊のうちからおむつを自分で洗濯して、自分であてがった。老儀は、まさか、と笑ったが、悲しい顔つきになって、こう言った。でも、男があんまり細かいことに気のつくのは偉くなれない性分じゃないのかい。僕だって、根からこんな性分でもなさそうだが、自然と鳴らされてしまったのだね。ちっとでも自分にだらしがないところが目につくと、自分で不安なのだ。なんだか知らないが、欲しいものがあったら、遠慮なくいくらでもそうを言うよ。初馬の日にはいなり寿司など取り寄せて、母子のようなくつろぎ方で食べたりした。養女の道子の方は気まぐれであった。来始めると毎日のように来て、湯の木を遊び相手にしようとした。小さい自分から常時を商品のように取り扱いつけているこの社会に育って、いくら養母が遮断したつもりでも、商品的の常時が心情に染みないわけはなかった。早く絡ませてしまって、しかも、それを形式だけに覚えてしまった。青春などは素通りしてしまって、心は子供のまま凝って、その上皮にほんの一重大臣の分別がついてしまった。湯の木は遊びことに訳が乗らなかった。興味が弾まないまま道子は来るのが途絶えて、久しくしてからまたのっそりと来る。自分の家で世話をしている人間に若い男が一人いる。遊びに行かなくちゃ損だというくらいの気持ちだった。老母が縁もゆかりもない人間を拾ってきて、不服らしいところもあった。道子は湯の木の膝の上へ無造作に腰をかけた。様式だけは完全な流し目をして、どのくらい目方があるかを測ってみてよ。湯の木は二三度膝を上げ下げしたが、結婚的霊気にしちゃあ、上層のカンカンが足りないね。そんなことはなくってよ。学校で走行点は A だったわよ。道子は湯の木の言う上層という言葉の意味をわざと違えて取ったのか、本当に取り違えたものか、
湯の木は衣服の上から娘の体格を探っていった。それは栄養不良の子供が一人前の女の筐体をする正体を発見したようなおかしみがあったので、彼は追失笑した。随分失礼ね。どうせあなたは偉いのよ。美智子は怒って立ち上った。まあ、せいぜい運動でもして、おっかさんぐらいな体格になるんだね。美智子はそれ以後なぜとも知らず、しきりに湯の木に憎しみを持った。半年ほどの間、湯の木の幸福感は続いた。しかし、それから先、彼はなんとなくぼんやりしてきた。目的の発明が空想されているうちは、あきらに素晴らしく思ったが、実地に調べたり、研究する段になると、自分と同種の考案はすでにいくつも特許されていて、たとえ自分の工夫の方がずっと進んでいるにしても、木元のものとの定食を避けるため、かなり模様を変えねばならなくなった。その上こういう発明機が果たして社会に需要されるものやらどうかも疑われてきた。実際専門家から見ればいいものなのだが、一向社会に行われない結構な発明があるかと思えば、ちょっとした質機のもので、非常に当たることもある。発明にはスペキュレーションを伴うということも、湯の木は金金承知していることではあったが、その運びがこれほど思い通り素直にいかないものだとは、実際にやり出して初めて痛感するのだった。しかし、それよりも湯の木にこの生活への熱意を失わしめた原因は、自分自身の気持ちにあった。前に人に使われて働いていた自分は、生活の心配を離れて、先進に工夫に没頭したら、さぞ心よいだろうという、その象形から日々の雑役も忍べていたのだが、その通りに朝夕を送れることになってみると、単調で苦渋なものだった。時々あまりせいで、その上全く誰にも相談せず、自分一人だけの行を突き進めている状態は、なんだか見当違いなことをしているため、とんでもない方向かえそれていて、社会から自分一人が取り残されたのではないかという怯えさえしばしば起こった。金儲けということについても疑問が起こった。この頃のように暮らしに心配がなくなり、ほんの気晴らしに外へ出るにしても、映画を見て、酒場へ寄って、ほろ酔を帯びて、円卓に乗って帰るぐらいのことで十分済む。その上そのくらいな費用なら、そういえば老儀は心よくくれた。そしてそれだけで自分の医学は十分満足だ。湯の木は二三度食用仲間に誘われて、女道楽をしたこともあるが、売り物、買い物以上に求める気は起こらず、それより、早く気ままのできる自分の家へ帰って、のびのびと自分の好みの床に寝たい気がしきりに起こった。彼は遊びに行っても外泊は一度もしなかった。彼は寝具だけは身分不相応のものを作っていて、羽布団など、自分で戸屋から羽を買ってきて器用にこしらえていた。いくら探してみてもこれ以上の欲が自分に起こりそうもない、妙に中和されてしまった自分を発見して湯の木は心寒くなった。これは、自分などの年頃の青年にしては変態になったのではないかしらんとも考えた。それに引き換え、あの老儀は何という女だろう。憂鬱な顔をしながら、根にわからないたくましいものがあって、稽古ごと一つだって、次から次へと、未知のものをむさぼり食っていこうとしている。常に満足と不満が変わる混じる彼女を推し進めている。小園がまた見回りに来た時に、
湯の木はこんなことから聞く話を持ち出した。フランスレビューの大建物の女優で、ミスターゲットというのがあるがね。ああ、そんなら知ってるよ。レコードで、あの節回しは大したもんだね。あのおばあさんは体中のシワを足の裏へ、くくって溜めているという評判だが、あんたなんかまだその必要はなさそうだな。老儀の目はギロリと光ったが、すぐ微笑して。あたしかい、さあ、もうだいぶ年越しの豆の数も増えたから、前のようには行くまいが、まあ試しに、と言って、老儀は左の腕の袖口をめくって湯の木の前に突き出した。あんたがだね。ここの腕の皮を親指と人差し指で力いっぱいつねって押さえててごらん。指は言う通りにしてみた。湯の木にそうさせておいてから、老儀はその反対側の腕の皮膚を自分の右の2本の指でつねって引くと、湯の木の指に挟まっていた皮膚はじわり滑り抜けて、元の腕の形に収まるのである。もう一度湯の木は欲を込めて試してみたが、老儀に惹かれると滑り去ってつねり止めていられなかった。うなぎの腹のような強いぬめかさと、羊皮紙のような神秘な白い色とが、湯の木の感覚にいつまでも残った。気持ちの悪い。だが驚いたなぁ。老儀は腕に指跡の血の毛が刺したのを、ちりめんの襦袢の袖でこすり散らしてから、腕を収めていった。小さい時から、打ったり叩かれたりして踊りで鍛えられたおかげだよ。だが、彼女はその幼年時代の苦労を思い起こして、暗淡とした顔つきになった。お前さんは、この頃、どうかお控え。と老儀はしばらく湯の木をじろじろ見ながら言った。いいえさ、勉強しろとか、早く成功しろとか、そんなことを言うんじゃないよ。まあ、魚にしたら、息が悪くなったように思えるんだが、どうかね。自分のことだけだって考え余っているはずの若い年頃の男が、年寄りの女に向かって年齢のことを気遣うのなども、もう皮肉に気持ちがこずんできた証拠だね。湯の木は洞察の鋭さに舌を巻きながら、正直に白状した。ダメだな、僕は、何も世の中に色気がなくなったよ。いや、ひょっとしたら初めからない生まれつきだったかもしれない。そんなこともなかろうが、しかし、もしそうだったら困ったものだね。君は見違えるほど体など太ってきたようだがね。事実、湯の木はもとよりいい体格の青年が、ふーっと膨れるように脂肪がついて、坊ちゃんらしくなり、茶色の瞳の目の上まぶたの腫れ具合や、顎が二重にくびれてきたところにつやめいた色さえつけていた。うん、体はとてもいい状態で、ただこうやっているだけで、トロトロしたい気持ちで、よっぽど気を張り詰めていないと、気にかけなくちゃならないこともすぐ忘れているんだ。それだけ、また、普段、いつも不安なのだよ。生まれてこんなこと初めてだ。麦とろの食べ過ぎかね。老儀は湯の木がよく近所の麦飯ととろろを看板にしている店から、それを取り寄せて食べるのを知っているものだから、こう混ぜっかえしたが、すぐ真面目になり、そんな時は、何でもいいから苦労の種を見つけるんだね。苦労もほどほどの分量にゃ持ち合わせているもんだよ。それから2、3日経って、老儀は湯の木を外出に誘った。連れには美智子と老儀の家の抱えでない湯の木の見知らぬ若い芸妓が二人いた。若い芸妓たちは、ちょっとした清掃をしていて、老儀に、姉さん、今日はありがとう、と丁寧に礼を言った。老儀は湯の木に、
今日はくんの退屈の慰労会をするつもりで、これらの芸妓たちにも、ちゃんと遠出の費用を払ってあるのだ、と言った。だから、君は旦那になったつもりで、遠慮なく愉快をすればいい。なるほど、二人の若い芸妓たちは、よく働いた。竹屋の私を渡船に乗るときには年下の方が湯の気に、お兄さん、ちょっと手を取ってくださいな、と言った。そして船の中へ移るとき、わざとよろけて湯の木の背を抱えるようにして捕まった。湯の木の花にこういうの匂いがして、胸の前に後襟の赤い裏から太った白い首がむっくり抜き出て、盆のくぼの髪の生え際が、青くかすめるところまで、突きつけたように見せた。顔は少し横向きになっていたので、厚くおしろいをつけて、白いエナメルほど照りを持つ方から中高の花が彫刻のようにはっきり見えた。老儀は船の中の仕切りに腰掛けていて、帯の間からタバコ入れとライターを取り出しかけながら、いい景色だね、と言った。円卓に乗ったり、歩いたりして、一応粉は荒川放水路の水に近い初夏の景色を見て巡った。工場が増え、会社の社宅が立ち並んだが、昔の金が淵や、綾瀬の面影は石炭柄の地面の間に、ほんの切れ端になってところどころに残っていた。綾瀬川の名物のネムの木は少しばかり残り、対岸の足図の上に船大工だけ今もいた。あたしが向こう島のように囲われていた自分、旦那がとてもやきもち焼きでね、この界隈から外へは決して出してくれない。それであたしはこの辺を散歩すると言って寮を出るし、男はまたこいつりに化けて、この土手下のネムの並木の陰に船を燃やって、そこで今ゆらんでブーをしたものさね。夕方になってネムの花がつぼみかかり、船大工の土の音がいつの間にか消えると、青白い川もやがうっすり漂う。私たちは一度心中の相談をしたことがあったのさ。何しろ船旗一つまたげば地が済むことなのだから、ちょっと危うかった。どうしてそれを思い止まったのか、と湯気は狭い船の中をのしのし歩きながら聞いた。いつしのうかと会うたびごとに相談しながら、のびのびになっているうちに、ある日川の向こうに神獣邸の土左衛門が流れてきたのだよ。人だかりの間からつくづく眺めてきてお会いしたのさ。神獣ってものも、あれはざまの悪いものだ。やめようって、あたしは死んでしまったら、この男にはよかろうが、後に残る旦那がかわいそうだという気がしてきてね。どんな身の毛のよだつような男にしろ、嫉妬をあれほど焼かれると後に心が残るものさ。若い芸妓たちは、姉さんの時代ののんきな話を聞いていると、私たち競技の働き方がつくづくガツガツに思えて嫌になっちゃう、と言った。すると老儀は、いや、そうでないねえ、と手を振った。この頃はこの頃でいいところがあるよ。それにこの頃は何でも話が手取り早くて、まるで電気のようでさ。そしていろいろの手があって面白いじゃないか。そういう言葉に取りなされた後で、年下の芸妓を主に年上の芸妓が介添えになって、しきりになまめかしく湯の木を取り持った。美智子はというと何か非常に動揺させられているように見えた。はじめは軽蔑した挑戦とした態度で、一人離れて、携帯のライカで景色などを映していたが、にわかに湯の木に慣れ慣れしくして、湯の木の関心を得ることにかけて、芸妓たちに勝ち越そうとする態度を露骨に見せたりした。そういう場合、
生の娘の心身から、罹患期をわずかに絞り出す、病には鳥のささみほどの肉感的な匂いが、湯の木には耐え感覚に応えて、思わず肺の底へ息を吸わした。だが、それは刹那的のものだった。心に打ち込むものはなかった。若い芸妓たちは、娘の挑戦を心よくは思わなかったらしいが、大姉さんの養女のことではあり、自分たちは食用的に来ているのだから、無理な骨折りを避けて、娘が勤めるときは媚びを差し控え、娘の手が緩むと、またサービスする。美智子にはそれが自分の歌詞の上にたかるハエのようにうるさかった。なんとなくその不満の気持ちを晴らすらしく、美智子は老儀に当たったりした。老儀はすべてを大して気にかけず、悠々と土手でカナリアの絵の運べを積んだり勝負宴で絹担ぎを魚にビールを飲んだりした。夕暮れになって、一行が水神の矢を待つ絵晩餐を取りに入ろうとすると、美智子は湯の木をじろりと眺めて、あたし、和食のご飯たくさん、一人で家に帰る、と言い出した。芸妓たちが驚いて、では送ろうと言うと、老儀は笑って、自動車に乗せてやれば、何でもないよ、と言って通りがかりの車を呼び止めた。自動車の後ろ姿を見て老儀は言った。あの子も、おつな真似をすることを、ちょんぼり覚えたね。湯の木にはだんだん老儀のすることがわからなくなった。昔の男たちへの罪滅しのために若い者の世話でもして気を取り直すつもりかと思っていたが、そうでもない。近頃この界隈に噂が立ちかけてきた、老儀の若いツバメというそんな気配はもちろん、老儀は自分に対して表さない。なんで一人前の男をこんな放胆な飼い方をするのだろう。湯の木は近頃工房へは少しも入らず、発明の工夫も断念した形になっている。そして、そのことを老儀は特に知っているくせに、それについては一言も言わないだけに、いよいよパトロンの目的が疑われてきた。縁側に向いているガラス窓から工房の中が見えるのを、なるべく目を外らして、縁側に出て仰向けに寝転ぶ。夏近くなって庭の古木は青葉を一斉につけ、池を埋めた渚の残り石から、一発やツツジの花がアブを呼んでいる。空は凍って青く澄み、大陸のような雲が少し雨木で色を濁しながらゆるゆる映っていく。隣の星物の影に霧の花が咲いている。湯の木は過去にいろいろの家に仕事のために出入りして、醤油樽のカビ臭い戸棚の隅に首を突っ込んで窮屈な仕事をしたことや、主婦や女中に昼の煮物を分けてもらって弁当を使ったことや、その頃は嫌だったことが今ではむしろ懐かしく思い出される。真北の狭い2階で注文先からの設計の予算表を作っていると、子供が変わる変わる来て、首筋が赤く腫れるほど取り付いた。小さい口からなめかけの飴玉を取り出して、よだれの糸を引いたまま自分の口に押し込んだりした。彼は自分は発明なんて大それたことより、普通の生活が欲しいのではないかと考え始めたりした。ふと、美智子のことが頭に上った。老儀は高いところから何も知らない顔をして、応用に見ているが、実はできることなら自分を美智子の婿にでもして、ゆくゆく老後の面倒でも見てもらおうとの腹であるのかもしれない。だがまたそうとばかり判断もしきれない。あの気がさな老儀がそんなしみったれた計画で、人に好意をするのではないこともわかる。
道子を考えるとき、形式だけは十二分に整っていて、中身は身が入らず自前になった娘、指はみなし茹で栗の水っぽくペチャペチャな中身を連想して苦笑したが、この頃道子が自分に憎しみのようなものや、反感を持ちながら、妙に粘ってくる態度が心に留まった。彼女のこの頃の着方は気まぐれでなく、1日か2日おきぐらいな定期的なものになった。道子は裏口から入ってきた。枯れ目は茶の間の四畳半と工房が座敷の中に仕切ってこしらえてある十二畳の客座敷との襖を開けると、そこの敷居の上に立った。片手を柱に持たせ体を少しひねって胸体を見せ、片手を広げた袖の下に入れて、写真を撮る時のようなポーズを作った。うつむき加減に眼を不機嫌らしく額越しに覗かして、あたし来てよ、と言った。縁側に寝ている湯の木はただ、うん、と言っただけだった。道子はもう一度同じことを言ってみたが、同じような返事だったので、本当に腹を立て。なんて武将たらしい返事なんだろう。もう二度と来てやらないから、と言った。しようのないわがまま娘だな、と言って、湯の木は上体を起き上がらせつつ、足をあぐらに組みながら。ほほう、今日は日本神か、とじろじろ眺めた。知らない、と言って、道子はくるりと後ろ向きになって着物の背筋にすねた線を作った。湯の木は、華やかな帯の結び目の上はすぐ、月襟の後ろ口になり、首の船を真っ白く富士山形に覗かせて誇張した美体を示す物々しさに比べて、帯の下の腰付きから裾は、一本花のように急にそげていて味もそっけもない少女のままなのをように眺めながら、この娘が自分の妻になって、何事も自分に気を許し、何事も自分に頼りながら、コール作世は親子間柄になった場合を想像した。それでは自分の一生も案外こじんまりした平凡に規定されてしまう石縛の感じはあったが、しかし、また何かそうなってみての上のことでなければわからない不明な珍らしい未来の想像が、現在の自分の心情を引きつけた。湯の木は額を小さく見せるまでたわわに前髪や瓶を張り出した中に整えすぎたほど肩通りの美しい娘に化粧した道子の小さい顔に、もっと自分を夢中にさせる魅力を見出したくなった。もう一遍こっちを向いてごらんよ。とても似合うから、道子は右肩を一つ言ったが、すぐくるりと向き直って、ちょっと手を胸と瓶へやって買い繕った。うるさいのね。さあ、これでいいの。彼女は湯の木が本気に自分を見入っているのに満足しながら、くす玉のかんざしの垂れをピラピラさせていった。ごちそうを持ってきてやったのよ。当ててごらんなさい。湯の木はこんな小娘に殴られる甘さが自分に見透かされたのかと。心外に思いながら、当てるの面倒くさい。持ってきたのなら、早く出したまえ、と言った。道子は湯の木の憲兵族にたちまち反抗心を起こして、人が親切に持ってきてやったのを、そんなに威張るのなら、もうやらないわよ、と横向きになった。出せ、と言って湯の木は立ち上った。彼は自分でも、自分が今、しかかる素振りに驚きつつ、彼は権威者のように、出せと言ったら、出さないかと体をかさばらせて、のその外道子に向かっていった。自分の一生を小さい感性にはめ込んでしまう危険と、何か不明の牽引力のため目に、人
見と分かりきったものへ好んで身を挺していく絶体絶命の気持ちとが、生まれて初めての極度の緊張感を彼から引き出した。自己嫌悪に騙かされまいと思って、彼の額から油汗がたらたらと流れた。美智子はその行動をまだ彼の冗談半分の憲兵づくの続きかと思って、ふざけて軽蔑するように眺めていたが、だいぶ模様が違うので途中から急に恐ろしくなった。彼女はやや茶の間の方へすさりながら、誰が出すもんか、と小さくつぶやいていたが、湯の木が彼女の目を日の出るように見つめながら、徐々に海中から一つずつ手を出して彼女の肩にかけると、恐怖のあまり、あ、と二度ほど小さく叫び、彼女のどの寒そうもない生地の顔が感情を露出して、目鼻や口がバラバラに配置された。出したまえ、早く出せ、その言葉の味は空虚で、湯の木の腕から太い旋律が伝ってきた。湯の木の大きい喉ふつがゆっくり生唾を飲むのが感じられた。彼目は目を避けるように見開いて、ごめんなさい、と泣き声になっていったが、湯の木はまるで感電車のように、顔を地方にして、鈍く青ざめ、目を元のように据えたままただ旋律だけをいよいよ激しく両手から美智子の体に伝えていた。美智子はついに何者かを湯の木から読み取った。普段、男は案外臆病なものだ、と養母の言った言葉がふと思い出された。立派な一人前の男が、そんなことで臆病と戦っているのかと思うと、枯れ目は湯の木が人の良い大きい家畜のように変えゆく思えてきた。彼女はバラバラになった顔の道具をたちまちまとめて、愛嬌したたるような媚びの笑顔に作り直した。バカ、そんなにしないだって、ごちそうあげるわよ。湯の木の額の汗を手のひらでシュッと払い捨ててやり。こっちにあるから、いらっしゃいよ。さあね、ふとなって通った定樹の青嵐を振り返ってから、湯の木のがっしりした腕を取った。さみだれが煙るように降る夕方、老儀は傘を差して、玄関横のしおり戸から庭へ入ってきた。渋い座敷に起きて、座敷へ上がってから、妻を下ろして座った。お座敷の出がけだが、ちょっとあんたに言っとくことがあるので寄ったんだがね、タバコ入れを出して、キセルでタバコ盆台入りの西洋皿を引き寄せて。この頃、うちの美智子がしょっちゅう来るようだが、何、それについて、とやかく言うんじゃないがね、若い者同士のことだから、もしやということも彼女は言った。そのもしやもだね、本当に性があって、心の底から惚れ合うというのなら、それは自分も大賛成なのである。けれども、もし、お互いが切りれっぱしだけの惚れ合い方で、ただ何かの拍子で出来合うということでもあるなら、そんなことは世間にいくらもあるし、つまらない。必ずしも美智子は相手ドルにも当たるまい。私自身も長い一生そんなことばかりで苦労してきた。それなら何度やっても同じことなのだ。仕事であれ、男女の間柄であれ、混じり気のない没頭した一途な姿を見たいと思う。私はそういうものを身近に見て、素直に死にたいと思う。何も急いだり、焦ったりすることはいらないから、仕事なり恋なり、無駄をせず、一気で心残りないものを射止めてほしい、と言った。湯の木は、そんな純粋なことは今時で気もしなけりゃ、あるものでもない、とライラクに笑った。老儀も笑って、いつの時代だって、心がけなきゃめったにないさ。だから、ゆっくり構えて、まあ、
好きなら麦とろでも食べて、運のくじの性質をよく見定めなさいというのさ。幸い体がいいからね。今季も続きそうだ。車が迎えに来て、道着は出て行った。湯の木はその晩ふらふらと旅に出た。道着の意思はかなり分かってきた。それは彼女にできなかったことを自分にさせようとしているのだ。しかし、彼女が彼女にできなくて自分にさせようとしていることなぞは、彼女とて自分とて、またいかに運のくじの良きものを引いた人間とて、現実ではできない相談のものなのではあるまいか。現実というものは、切れ端は与えるが、全部はいつも目の前にちらつかせて次々と人間を釣っていくものではなかろうか。自分はいつでも、そのことについては諦めることができる。しかし彼目は諦めということを知らない。その点彼女に不憫なところがあるようだ。だがある場合には不憫なものの方に強みがある。大変な老女がいたものだ。と湯の木は驚いた。なんだか甲羅を経て化けかかっているようにも思われた。悲壮な感じにも打たれたが、また、自分が無謀なその企てに巻き込まれる嫌な気持ちもあった。できることなら老女が自分を乗せかけている果たしも知らぬエスカレーターから免れて、つんもりした手製の羽布団のような生活の中に潜り込みたいものだと思った。彼はそういう考えを裁くために、東京から汽車で2時間ほどで行ける海岸の旅館へ来た。そこは牧田の兄が経営している旅館で、牧田に頼まれて電気装置を見回りに来てやったことがある。広い海を控え雲の往来の絶え間ない山があった。こういう自然の間に静止して考えをまとめようということなど、彼には今までについぞなかったことだ。体の良いためか、ここへ来ると、新鮮な魚はうまく、塩を浴びることは心よかった。しきりに交渉が内部から湧き上がってきた。第一にそういう無限な象形に惹かれている老女がそれを意識しないで、刻々のちまちました生活をしているのがおかしかった。それからある種の動物は、ただその周囲の地上に剣の筋を惹かれただけで、それを越し得ないというそれのように、湯の木はここへ来ても老儀の雰囲気から脱し得られない自分がおかしかった。その中に込められている時は重苦しく退屈だが、離れるとなると寂しくなる。それゆえに、自然と探し出してもらいたい定心の上に、わかりやすい旅先を選んで脱走の形式をとっている自分の現状がおかしかった。ミチコとの関係もおかしかった。何が何やらわからないで、一度稲妻のようにかすれ合った。滞在1週間ほどすると、電気器具店の牧田が、老儀から頼まれて、金を持って迎えに来た。牧田は、面白くないこともあるだろう。早く収入の道を講じて独立するんだね、と言った。湯の木は連れられて帰った。しかし、彼はこの後、たびたび出奔癖がついた。おっかさんまた湯の木さんが逃げ出してよ。運動服を着た幼女の道子が、像の入り口に立ってそう言った。自分の感情はそっちのけに、養母が動揺するのを気味よしとする皮肉なところがあった。ゆんべもおとといの晩も自分の家へ帰ってきませんとさ、新日本音楽の先生の帰った後、稽古場にしている土蔵の中の丈夫のこじんまりした部屋になお一人残って、さらい直しをしていた老儀は、三味線をすぐ下に置くと、内心悔しさがみなぎりかけるのを気にも見せず、ケロリとした顔を幼女に向けた。
あの男。また、お決まりの癖が出たね。長ギセルでタバコを一服吸って、左の手で袖口をつかみ開き、着ている大島の男島が似合うか似合わないか試してみる様子をした後、うっちゃって大きい。そうそうはこっちも甘くなってはいられないんだから、そして膝の灰をポンポンポンと叩いて、楽譜をゆっくりしまいかけた。いきり立ちでもするかと思った期待を外された養母の態度にみちこはつまらないという顔をして、ラケットを持って近所のコートへ出かけていった。すぐその後で老儀は電気器具屋に電話をかけ、いつもの通り牧田に湯の木の探索を依頼した。遠慮のない相手に向かって放つその声には自分が世話をしている青年の手前がって同じる激しい鋭さが、発声口から長脇を握っている自分の手に伝わるまでに響いたが、彼女の心の中は不安な怯えがやや情緒的に発光して寂しさのほろ酔いのようなものになった。精神を活発にしていた。電話機から離れると彼女は、やっぱり若い者は元気があるね。そうなくちゃ、つぶやきながら目頭にちょっと袖口を当てた。枯れ目は湯の木が逃げるたびに湯の木に尊敬の念を持ってきた。だがまた枯れ目は、湯の木がもし帰ってこなくなったらと想像すると、毎度のことながら取り返しのつかない気がするのである。真夏の頃、すでに某女に紹介して俳句を習っているはずの老儀からこの物語の作者に珍らしく、和歌の添削の映像が届いた。作者はその時偶然老儀が以前、和歌の指導の礼に作者にこしらえてくれた中庭の池の噴水を眺める縁側で食後の用を入れていたので、そこで取り次ぎから映像を受け取って、池の水音を聞きながら、非常な好奇心を持って久しぶりの老儀の映像を調べてみた。その中に最近の老儀の心境が伺える一首があるので紹介する。もっとも原作に多少の解釈を加えたのは、指定の作法というより、読む人への意味の疎通をより良くするために他ならない。それはわずかに習字上の箇所にとどまって、内容は原作を傷つけないことを保証する。年々に我が悲しみは深くして、いよいよ花やぐ命なりけり。